秋元さん、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと2日目のレースでちょっと心配されたんですけれども、あれは原因があったということで、まあ、ちょっとセッティングもちょっと変えてやってみたいなっていうところもあったんですけども、まあ、うまく噛み合わずっていったところです。準決勝は長い距離をこう力でねじ伏せるレースで3人で決まりましたが、まあそうですね、まあ、最低限のことができたかなというふうに思います。決勝は近畿3人ということで、そのあたりはいかがでしょうか、ね、まあそうですね、もういつもよく連携している、まあ、2人なので、まあ、信頼して走りたいなというふうに思ってます。体の具合はいかがでしょうか。なんかまあ日に日に悪くなっている感覚があるので、まあ、とにかくあと一層、まあ、一生懸命頑張りたいなというふうに思います。すみません、最後に決勝戦の意気込みを改めてお願いします。決勝戦も一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。